ーアクションシリーズ日本武道館大会、新崎そしてハヤブサにとっての大一番であります。新崎純正にとってはこれが2度目の全日マット登場、そしてそのパートナー危うさにとっては今日はプロレス人生の中で忘れられない一日になることは間違いありません。野獣をも超最速の一撃で仕留めてしまう危うさ、長らく探し続けた最強にして最大の獲物を求め、今宵全日マットに4度目のテイクオフです。夢にまで見た小橋戦、追い込まれ待ちに待った今日この日、ハヤブサの胸中にはあるいはこれまでの6年間に及ぶプロレス人生が走馬灯のように駆け巡っているかもしれません。かつて自らレスラー生活を左右する大一番でしか身にまとわなかったこのコスチューム、それはまさに玉砕胸を覚悟した新装束にすら映ります。これまで3度のベンチマークの戦いは全てこの日のための花道にしか進みません。ハヤブサ、そしてそのハヤブサをアシストします今日のパートナーは全日マット2回目の登場の新崎純正。今宵もそのお遍路姿でゆっくりとブルーのマットに歩を進めてまいりました。今日の敵は今までとは一味違います。ハヤブサのパートナー新崎純正、共に小橋一を誓います。では現在新崎のこのいつものデモンストレーションが行われております。その白装束ゆっくりと今肝を踊りまして、自らの鍛え上げた肉体を誇示してまいりました。その眼光はいつものものがあります新崎純正です。そして青コーナーを背にしたハヤブサ、去年の12月から思いを寄せていた恋人を待つハヤブサであります。これまではあくまで一方的な片思いに過ぎなかったその彼は、今日間違いなくこのリングに姿を現します。もう迷いはありません。一点だけを見据えるハヤブサ、16,300人の勝因の前、その体で、その技で、その企画で、その思いを告白いたします。場内は小橋コール一色に包まれてまいりました。受ける形の小橋健太、ハヤブサ、そして人生とは初対決になります。まずは先陣を切って滋賀健太郎がリングイン。俺は誰とやっても自分の試合をするだけ、ガンガン行くと宣言しました小橋健太。デビューから10年、海外修行の経験のない小橋にとって初めての外敵を迎え撃ちます。小橋健太がリングイン。ハヤブサ、そして小橋健太、2人が同じリングに立っています。全日マット2度目の登場、新崎純正、ハヤブサ。小橋にその思いの丈を全てぶつけます。ハヤブサ裏がコーナー220ポンド、滋賀健太、今や全日本マットのミスター対抗戦の男、滋賀健太郎、リアクル70ポンド、小橋健太、ハヤブサの思いをどのように受け止めるか、小橋健太、藤田明彦、1点だけを見据えます。この茶色のコスチューム、自らのプロレス人生を左右する大一番でしか着たことのないこのコスチュームで、今日も小橋戦に挑んでまいりますハヤブサです。ゆっくりとそのコスチュームを脱ぎまして、青コーナーを背にして画面左側の人生、そしてハヤブサ、受ける形となりました小橋健太。赤コーナーは滋賀が小橋を制して、小橋はコーナー下がります。そして青コーナーは人生下がってハヤブサ、先発を買って出たのは赤コーナー滋賀、そして青コーナーハヤブサですが、ハヤブサは滋賀とまだ交わろうとはしません。盛んに赤コーナーに控えます小橋のことを気にします。
今リング中央四つに組んでグラウンドの攻防返していった志賀、まずは素早い展開、立ち上がる際も赤コーナーの小橋を気にします。去年の12月に小橋と戦いたいと宣言したハヤブサ、9ヶ月の後にようやくこの日がやってまいりました。回転して巻き投げていった、スクッと立ち上がったハヤブサ、今日はある面自らの空中殺法を封印してまでも自らの全てを小橋にぶつけると宣言しています。ハヤブサ、さあ立ち成立、赤コーナーは小橋がリングイン。鋭い眼光です、いつもにも増して鋭い目つきをしている小橋。さあそのファーストコンタクト、リングの中央でお互いの出方を伺います。カッと目を見開いています。ハヤブサ、さあ組んだ、押し込んでいって押し返したハヤブサ、まずはエルボーです。逆水平をかわして、ここで距離を取ります。放送の解説はジャイアント馬場さんです。いよいよこのハヤブサが待っていた小橋戦がやってまいりました。そうですね、全日本に一番最初上がった時よりもハヤブサ良くなってるんじゃないですかね。あ、そうですかね。これまで3回の全日マット登場、まずは小橋の逆水平、もう一発倒れた、逆水平2発でハヤブサがもんどり打ってマットに倒れます。おっとさらに力を加えての逆水平、今度は一発で倒します。自らの体が狂気と宣言するこの小橋、その力をいかんなく発揮、逆水平4発目、今度はこらえるハヤブサリング中央、自らを鼓舞するように声を出して胸を出していった、膝を突きかかるがまたしても体を起こしていった、力のこもった攻防です。あっと尻餅をつくような格好になりました。9ヶ月待ち焦がれたハヤブサ、この小橋戦です。逆水平、この辺りの技の一発一発の重みは全日マットならではです。カウンターの逆水平をかわしてロープに飛んでエルボー、しかしこらえる小橋、ぐーっと睨みつけます。さあロープに飛んでエルボー、まだ足りない、まだ足りない、もう一発声をかける小橋、さあ行ってフライングエルボー、ダイブしていった、見えを切りますハヤブサ。これまではある面お客さん的な部分があったが今日は全くそんな感じはしないと宣言しているハヤブサ。さあここで青コーナー初めてタッチが行われます。新崎人生がゆっくりとリングイン。前回のこの日本武道館大会では長谷博士そして秋山純とタッグマッチで対戦しました。この新崎人生です。180センチ、体重はちょうど100キロです。じーっとこの小橋との距離を取ります。人生です。スタンディングでのヘッドロック、リングの中央。ぐーっと腰を落としていきます。前回のその武道館大会見ましても、この新崎人生は非常に動きが良かったですね。そうでしたね。初戦とは思えぬ動きを見せたこの新崎人生、今宵2回目の全日マット登場、ジャンプして小橋をかわしてひねってトラスティック、顎のあたりガーッと構えを見せました。非常に身のこなしの軽い人生です。腕をひねって、さあこれは持っていくのか、ぐーっと体を落としていきます。馬場さんの目から見て前回のその新崎のファイト内容というのはどうだったんですか？前回近くで見ておりませんのでね、よくわからないんですが、今こうやって見てますと腕を取るところはちょっともうちょっとスピードがあったらいいと思います。あ、そうですか。ただ空手のスピードなんかは非常にいいですね。そうですね、技のキレというものはありそうです。新崎人生ショルダータックルの攻防はお互いに譲りません。体格では圧倒的に小橋が有利。ショルダータックル、思わず場外、新崎人生。187センチ、118キロの小橋のショルダータックルを受けまして、思わずリングの下にこぼれ落ちました新崎人生です。今日は、ハヤブサがこの小橋戦を待ち焦がれる格好、それをアシストするこの新崎人生です。日本武道館大会、そして
全日マット2度目の登場の新崎人生です。プロレス歴は満4年ですが、その身のこなしというものはもうセンスの塊といった感がいたします。ニュートラルコーナーエプロンサイド人生です。さあかわして、さあ腕を開いた、さあ当たるのか、この動きは、この一連の動きは、さあ当たった、さあ当たった、尾上渡った、尾上渡った、全日マット尾上渡り、新崎人生腕を取ったまま、さあさあコーナーを半分渡ってブレンチョップかわして、あーっと手下げり、手下げり、新崎のブレンチョップを見透かした小橋、手下げりで返していきました小橋。この辺りはしっかり見ています。さあリング中央高い上げて、これは対空時間の長いブレンバスターになった、まだ落としません。人生の100キロの体が浮いたまま、まだ落とさない、投げた、おっとしかしカウント1で返します。この辺りは人生にも意地があります。さあ赤コーナーは島とマッチです。この中では最も体格という面では恵まれておりませんが、このところその全日本マットに上がってくるさまざまな選手と対抗戦を繰り広げてまいります。志賀健太郎が今リングの中に入りました。志賀もね、いろんな技を持ってるんですけども、やっぱりその体重がないもんですからね、相手に どこまで通じるかが問題ですね。187cmと身長では小橋と同じなんですが、体重は83kg。この大型選手がひしめく全日マットの中にあって最も細い選手と言っても過言ではありません。おっとっとタックルに行ったのは志賀なんですが、この辺りなんでしょうね。そうです。さあ抱え上げてボディスラム、タイヤ見せていきます。ボディープレス、カウントは2で返します。これまでもハヤブサとの対戦経験もあります志賀です。さあ青コーナーは人生からハヤブサにタッチです。ギロチンを落としていった、スワン式にギロチンを落としていきましたハヤブサです。腕を取って投げていった。91年の5月にプロレスデビューを果たしましたこのハヤブサです。アメリカそしてメキシコでの海外修行を経験いたしまして、95年の5月からマスクマンハヤブサとしてマット界に復帰してまいりました。3年前の海外修行中から自分がやらねばという気持ちを持ち続けております。今はその時の気持ちを思い出して石にかじりついてでもこの小橋戦を勝ち得たいと話しておりますハヤブサです。リング中央ではそのハヤブサが今赤のショートタイツ志賀健太郎とまみえております。赤コーナーに控えます小橋がその攻防を見据えております。エルボーを打っていった志賀、ロープに飛ばしてドロップキック胸板のあたり、こういった攻撃を多用していきたい志賀です。さあ赤コーナーは小橋、今日2回目のコンタクト、今日はこの逆水平胸元そして喉元のあたりに盛んに打っていきます小橋。このあたりが全日本の重み、そして全日本の厚みであります。おキッチンシンク逃げ場を与えません。もう一発いった。さあ川崎から川沢とシリング中央、片指に丸めてカバー2です。今日はその自らの持っている華麗な空中殺法を封印してでも小橋の体に刻むような何か重い技ぶつかっていきたいと話しているハヤブサです。ローリングスワット、リング中央ちょっと小橋の体がぐらついています。青コーナー人生にタッチです。ダブルの攻撃は水平チョップ、日本武道館のファンの前に大きく見栄を切ります。ハヤブサそして新崎人生のコンビです。さあニュートラルコーナーのトップは人生、2位落としていった肩口のあたりでしょうか。今日はこの小橋がどっしりと構えてハヤブサそして人生の技を受け、そして自らの重い技、自らの体が狂気というこの小橋の技を繰り広げております。どうしてもね小橋がはやっぱり志賀がパートナーですからね、あんまり志賀を長く出しておくわけにもいかないし、相手の様子も見なきゃいけないしですね、そうですね、志賀で様子を見るわけにいかないんです、やっぱ自分で見ないとね、はい、
いけませんから。ただ見ておりますと今日のハヤブサ飛び技というよりもそのオーソドックスな技で来てますね。ですからやっぱ小腰の大きさと、比べたらやっぱり両者ともに、身長も体重も少ないですからね、どうしてもやっぱ小腰には押され気味ですね。そうですね。今赤コーナーのトップからダイビングのドロップキックを放っていきました滋賀健太郎です。ですから早見さんと人生で2人で小橋を痛めつけると非常にいいものが出てくるんじゃないかと思うんですがね。そうでしょうかね。青コーナーは人生から早草にタッチです。去年の12月にメジャーのトップクラスの選手と対戦して自分のやってきたことを確認したいと発言した早草、それから9ヶ月、今まさにその瞬間がやってきました。赤コーナーにはその目標、憧れであった小橋健太が控えています。場内からは季節してシガコールが起こっています。早草を高々と抱え上げてエルボー落としていった。体重の足りない分は動きでカバーしなければいけません滋賀健太郎。30分の一本勝負のタッグマッチです。腕をひねってさあ滋賀から小橋、3回目の早草との絡みになります。バックに回って抱え上げてさあどうするんだ、後ろに横に投げていった、カバーに入ります。今日は対空時間の長いブレンバスター、そしてこのバックドロップ逆襟固め、オーソドックスな技。あーっとこの反り方です。118キロの小橋の体がガーッと早草の腰のあたりに全体重を浴びせかけています。しかしすぐさま青コーナー、人生が地獄好きでカットに入っています。人生そして早草を威圧するかのようなこの小橋の視線です。滋賀の入ってくる時間帯が回数が多くなってきました。赤コーナーは小橋、そして滋賀のコンビ、迎え撃つ青コーナーが早草、そして新崎人生。30分の一本勝負タッグマッチ、リングの中では今滋賀が早草をキャメルクラッチの体勢です。体勢こそまだ完全ではありませんが、ぐーっと早草の体が反っています。体重は83キロのその軽い滋賀がぐーっと力任せに早草の腰のあたり、そして顎のあたりにダメージを加えようというところです。ちょっと早草が捕まる時間長くなってきています。腰のあたりにダメージを受けました早草、これまでのビッグマッチでしか着たことのないその茶色のコスチューム、今日の小橋戦への決意がうかがえます。自らロープに飛んで滋賀が、おっと早いエルボー。やっぱり滋賀はね、滋賀独特の動きがありますからね、そういった技を出さないとやっぱり通じないですね。そうですね、エルボーを打っていきます。マスクで隠れた早草の頬骨のあたり、エルボーロープに飛ばして一回転して体をちょっと崩れています。エルボーっていった、エルボーかわして3バックに回った、フルネルソンの体勢落としていった、ここでタッチに入ります。さあニュートラルコーナーに新崎人生が進んでトップロープ立ってブレンチョップ落としていった、あっと毛先で迎撃、迎撃、さあさあ試合を考えてバックドロップ、赤コーナーはよく見えています。人生はちょっとペースをつかめません。ニュートラルコーナー、さあクロスキックバックに回って、さあ行くのか、スイングの、あーっと DDT を打てません。あー人生ももうこの滋賀の技の一連の流れというものが分かっています。首のあたり掴んで、さあ抱えて、おーっと喉輪で落としていきました。ニュートラルコーナー人生がトップを伺います。膝を立ててリングの中は滋賀、さあ拝んだ、拝んで飛んでヘッドバット、ダイビングで打っていきました。しかしすかさず小橋がカットに入ります。おっとしかし青コーナーは早草、早草が小橋を牽制、足を引っ張って、さあリングの外に引きずり出していきます。リングの外は、あっと小橋が吹いた、リングの中では人生と滋賀です。早草がちょっと場外で倒れている。さあ股のあたりに滋賀の頭を挟んでトラスキック、小橋を牽制して、さあ拝んだ拝んだ
なんで抱え上げて、おっと戻った、ローリングローリングクラッチホールド、カウント2、いい動きです。シガローリングスワット、さあコーナーは小橋、小橋がやってきてジャンピングに、逃げ場のないジャンピングに抱え上げて、後ろに回った人生、もう一回あーと落としていった、 DDT で落としていきました小橋。青コーナー、ようやく今ハヤブサが戻ってまいりました。今日は圧倒的な重み、厚み、そして強さを見せている小橋健太。体勢十分で抱え上げて、パワーボム投げ捨て、ゆっくりとカバー。ちょっと青コーナーの連携がリズムが合っておりません。早草がまたしても場外に蹴散らされて、リング七川小橋と、そして新崎人生、さあトップの手ドロップキック、トップロープを使ってのドロップキック。さあここで早草、そして人生は流れを変えることができるか。青コーナーで早草が手を伸ばして今タッチ、トップラー、わー来た、ニルキック、スラン式のニルキック来た。まずは志賀を場外に落として、さあここからが早草の勝負、バックに回ってフルネルソンの体勢、手下げにローリング、手下げを壊して、さあフルネルソン、フルネルソン投げていった、フルネルソンスープレックス、志賀がカットに入ります。力いっぱい思いの丈をぶつけたフルネルソンスープレックス。小橋がリングの中うずくまっています。さあニュートラルコーナー、早草がトップに上がって、あー迎撃チョップで迎撃です。ここ一番大勝負でしかつけない茶色のコスチューム、そして茶色のマスク、その決意、小橋の分厚い胸板に果たして突き刺すことができるんでありましょうか。バックに回って、さあ手が、あーということは人生だ、今度は人生がカット。さあコーナーの志賀を蹴散らして、リングの中は小橋一人、はやぶさ、そして人生、ダブルの攻撃、ロープに振ったトラスキック、フェイスクラッシャー。さあここからです青コーナー、小橋がようやく捕まえることができました。青コーナーです。もう一回ダブルでロープに振った、この攻撃をかわして、おっとダブルでショルダータックル、あっという間に2人をダウンでやります。さあここで赤コーナーは志賀に指令を出しました。早草を捉えて、さあ股に挟んで抱え上げた、おっとこの位置から、この位置から、この位置から DDT、はやぶさの目がうつろです。思わぬ攻撃を受けましたはやぶさ。さあ人生を落として右腕を誇示します。さあ志賀がフィッシャーマンスープレックス、わーっと肩が割った、肩が割った、はやぶさピンチ、思いを寄せていた小橋戦、しかし志賀に捕まっております。場外では人生が分断されている、リングの中は早草、そして志賀、さあトップから、おーっとドロップキック串出し、志賀の薄いそのお腹に早草の両の足が串出し状態、あーっと場外で今度は小橋が捕まっている、人生がリングに戻る、さあおーっと、さあ挟んでいって振り上げていきました早草、リングの中に2人が揃い踏み、人生、そして早草、赤コーナーは志賀1人、小橋は現在場外です。拝んだ、さあ抱え上げて渡した、念仏パワーボム投げっぱなし、あと今度は小橋が人生を牽制、リングの中は早草と志賀、さあ行くのか、上げてファルコンやろー、なんとかカット、しかしリングの中、小橋は助けに入れない、
小橋は助けに入れない。青コーナーを背にして早草シノボディスラム。さあ何を持ってくるか、何を持ってくるか。立った、青コーナーに立った。この体勢やファイヤーバード、ファイヤーバード、ファイヤーバードスプラッシュ。カウント3、早草がやりました。ファイヤーバードスプラッシュ、仕掛けたのを抑えて小橋組から白星を飾りました。念願の小橋戦、その小橋を打ち崩すことはパートナーの志賀を抑え込むことでとりあえずは達成。20分32秒、最後はファイヤーバードスプラッシュで志賀健太郎からスリーカウントを奪いました。早草です。全日パッド4回目の登場にしまして、ついに四天王の一角、憧れの目標の、そしてぜひとも戦いたかった小橋健太との対戦の夢を実現させました早草。パートナーの志賀健太郎を抑えることによりまして、小橋組から白星を挙げたことには間違いありません。さらなる大きな夢が膨らむ早草。馬場さん、今日の早草振り返っていかがでしょう。いや、早草もね、人生もね、非常にいい動きしてますよ。まあ、志賀も、まあ、西の相手とは言いませんけども、よく戦いましたね。そうですね、この早草のファイヤーバードスプラッシュによりまして、志賀健太郎を抑えました。あ、小橋が今もう1回と人差し指を立てました。あーく今お辞儀をしてゆっくりとリングの外に降りていきます早草です。念願の小橋戦、パートナーの志賀を抑え込んで小橋組から白星を挙げました早草です。さらなる登場はあるんでありましょうか。今日本武道館のファンの前から姿を消していきます。株価と一例早草、そして人生です。全日本プロレス中継サーティー、この試合の模様は東京日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。